おっさんに担いでもらう。いや、ここは社長の俺がじきじきに。おおボイも押し込まれてる。わ、羨ましい、これ。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。くそ、舐めやがって、行くぞって言うけど、俺、二人減っとるけんさ、そんな状態でキーク戦っても勝てるんかな。弱みにつけ込めれば。復活用アイテム用意しとったつもりなんですけどね。研磨剤使えばいけるかな。このメンバーで勝ち切ることをちょっと考えてみたろうかな。バッファー耐える。で、こっち攻撃力でさらに攻撃力下げればワンチャンどうにかなるかなっていう考え方でいってみる。なってるのかな、これ。でも 45% カットやって。いや、気前のいいお店の値段設定みたいになったのや、お前。いけるかな、ワンチャンこれで。でも結構 HP はヘイヨルケン、どうにかなりそうな気はしてきたな、ちょっと。あー、この分の経験値がさ、2人に亡くなった2人に入らんのが痛いけどね。そう、3人でも半分近くまで削れよんな。あとは八代ばっか狙われてる。いけそうやな、案外。あ、神に覆っては、あと2人おったらまだマシだった。よっしゃー、キーグ戦い対彼の思い切った一撃クロスアタック、半分まで減りました。アイテム駆使すればレベル差をどうにかひっくり返せるところがあるんでしょうか。まだ海岸はもうええ。あ、3人で勝てそうな気がするな、これ。下手すりゃ回復アイテムを使わんか、可能性がある。やれよる、やれよる、やり直さんでも良さそうな気がしてきたな。よし、あと1ターンぐらいでいける。あと1ターン分の攻撃でいけそう。やっぱ一ノ瀬さんのデバフ要因がさ効いてますね。倒したー。しかもちょっと期限内でいけたね、これ。あー、経験値惜しいな。他の2人にも捧ぎたかったな。しまった、やっしろ、あいつ足に来てるよ、足に来てる。あー、かわいそうに、俺がスベスベしてあげようかみたいな感じ。わかってる、ここで決めるぞ。うわっ、あっ、何事、この電撃は。八代さん、イライドさん、電撃か、一体どこからだ。払った人間のが誰かは目星がつくな。なんだか知らないけど助かった。次は切り刻んであげる。あいつらが漁夫の利を狙ってきたか。あー、くそ、待て、二人とも大丈夫。くそ、こっちはなんとか大丈夫だが、あいつが逃げちまった。それよりさっきのは電気だったよな。嫌な予感がするぜ。やっぱりかー。がうろついてやがったか。てめえらがこんなとこで何してやる。連戦かな。ゴズ、あとその機材、さっきのやっぱお前らか。何しやがんだ。せっかくもうちょっとだったのに台無しだぜ。ああ、春日、身の程を知れってな。あれはうちの会社が始末するって決まってんだよ。はいはい、競合したら先、早い者勝ち、先に手つけた者が勝ちみたいな話ありませんでしたか。それルール破ってるんじゃないですか。横取りしようって魂胆か。そうはいかねえ。てめえらにもう次のチャンスなんてないんだよ。ここで全員お釈迦になるんだからな。んだと、ここでこの前の借りを返させてもらうぜ。
機材もしっかり仕込んだからな。やめて、こんな女の人の見た目してるやつに仕込んだとか言ったらちょっとやばい方向に行っちゃうからやめて。行け、メゼ。了解。ガー！八代さん、ちょっとあなた、町の職員の前で随分な違反行為ね。今までは目をつむってあげてたけど、今回は完全にルール違反だっての。町の職員、知らないね。ここで一緒に消えれば目撃者もいないしな。なんだと？おい、めちゃくちゃや。じゃ近づけない。みんなどうにか動ける。やばい、パワーアップされてるやん。さっきキリクさんとやった時の疲れがまだ。我もお前ら左二人はもう倒れてるけどな。休ませてどころじゃなくて倒れてるんだよな。クソ、無理してでもここに倒しとかねえとまずいか。ここで倒す、ズタボロで息切れしまくってるのに。面白くないギャグだし、そろそろくたばりやがれ。やれメゼ。了解しました。連戦かな、やるしかねえか。やっぱ連戦ですよね。さていけるかな。八代 HP 虫の息になってる。ちょっと回復させて、大コーラ使っとこう。海岸で一ノ瀬さんは当然のごとくデバフを相手にかける。相手も攻撃力上げてきたんじゃ。いてー、いやいつも通りゴズはこういう戦犯人のやつやな。ここは八代は一旦道具使って相手にデバフかけるアイテムはさすがにないんか。どの使おう、あ、どの一人ずつか。ちょっと効率悪いな。あー、デバフアイテムがない。相手にデバフかけるアイテムがないけん、このまま行くか。ちょっと危なっかしいなと思っとったら土のうを使う感じで行くけど、とりあえず今はこれ以上は使わない。ゴズがさ、確かバフ要因な気がするけん、ゴズ先潰しとった方がええかもしれんな。硬いな、やっぱり二人とも。あいたいたいた、やばいやばいやばい、全体攻撃やば。それでもとにかくゴズを早追い目に潰さんかったら話にならん気がするんで。神に王手はプレミアムバージ、もうゴズ早めに潰す感じ。あ、でも冷凍でデバフはかけたいな。わわわわわわ、えぐいえぐいえぐい、特装間に合うか、これ火力足りるか。ここまで削ったけどメズの攻撃をどれだけ倒る。あー、ダメだ、全然耐えんかった。プレミアムパージー倒せるか。耐えてるやん、失敗したか。いや、この攻撃だったらいける。いっそで全体で倒したかな。ゴズ、ゴズ倒した、バフ要因が消えた。あー、でもそしたらこうなるか。これ一人でいけるか。あー、無理だな、これ無理だ、これ火力当たらんて、これ無理だったー。フロッピーがあったわ、よかった。じゃあ3人か、3人スタートじゃちょっと厳しいな。でもそうだとしたら、あかんなこれ。じゃあ、戻ってきました。今回は5人全員揃った状態でやっております。さて、どういう戦略でいくか。あら、
開眼しといてもらう。この人はこの攻撃力下げるんがさ、毎ターン毎ターン欲しいけんな。デバフを与えなかったらちょっと厳しい状況やけん。トモリーンの時でちょっと防御力アイテム使って、あ、そう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 、デバフアイテムがねこれ今回あるんで、こうするでしょ、その上でこう、それでメズの攻撃力を立っていく、思いっきり立っていく。めっちゃモイラスついてる。これで被害をだいぶ減らせたと思う。すっごいダメージ入ったような見た目しとるけど、 HP ゲージか免許わからんどうなっとるかって見せてほしいんやけどって感じになってしまってるけど、だいぶデバフが効いとるはず。あっ、あんな威力の高そうな技なのにこんだけしか減ってない、これはでかいです。このまま1回目もやった通り、メズ、いやいや間違えた、ゴズをね思いっきり叩いてバフ要因を先に潰す感じでいきます。めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる。レベル上げ効いとるんかな。そんなにレベル上がったつもりはないんやけどね。おお、こんだけヤバそうな見た目の攻撃なのにそんなに脅威に感じないというね、素晴らしい状況になっております。これは勝てるな。もうとにかく強い技をブッポブッポでいきます。こっちもちょっといろいろ下げられとるが、とりあえず、ああ、割とあっさりゴズを潰した。あと一人です。オーバーアクション、見た目がオーバーですけどそんなにダメージはオーバーじゃないんですよね。うまいことやっとる感じで、ね、いけるいけるパーセンテージめちゃくちゃかぶっとんだ。で結局合わせたらどれぐらいになるのかって言うたら、マイナス 45% の攻撃力ダウン、スピードは上がっとるが、ディフェンスは結局ところマイナス 10% みたいな感じになってますね、これややこしい、思いっきりややこしいことになっとる。あ、ところでさ、俺いつぞやにこのメズパイさ、ここへ聞いたことあるなって言ったことあると思うんですけど、調べてみたらさ、俺あの冴えないヒロインの育て方っていうアニメのメインヒロインの加藤めぐみが好きなんですよね。その加藤めぐみと声優さん一緒みたいですね。おまけに喋り方も結構一緒じゃないかな。アクション、この声好きやな。アクション、あー、特装来ました。これでダメージ稼げるか。よう見たらトモリンがちょっとやばい状況になるんで、あー、ファイナルトモリ使いたかったな。ファイナルトモリの前に回復を入れとかなあかんなの状況。よし、これでいこう。隅々やってやる。まずは特装スペシャルで、おっぱい特装、おっぱい特装、おっぱい特装。硬いなメズパイ。はい、ででででで、ちょっとご褒美。何がちょっとご褒美じゃん。ファイナルトモリ使うぞ。ファイナルトモリライドで。で、HP の余裕のあるこいつでちょっと、ファイナルトモリライドを回復させるか。ファイナルトモリライド。あー、まあダメージは入ってない感じする。結構硬いな、メズパイ。おっと、そっちやられた、そっちやられてよかった方が。なぜならヤツシロがやられとったらちょっと HP がやばかったかもしれないから。ほいでデバフをもうちょいかけたいところ。いてー、そっちか。地獄交渉はいける、 HP が多いけん。あと2ターンぐらいやれば。おっと、神に王手はがここで溜まってきた。いけ、ザンクロス。これいけるか、このターンでいけるか、このターンでやったー、っしゃー、きたー。そしてレベルアップ。ほう、戦略やな。レベルアップも大切やけど、戦略が特に重要やな、このゲーム。消費量増大。同期は間もなく活動限界を迎えます。おう。は？
もう今でメズ。まあ、あんだけ電気ビリビリで放出しようってのは、それはバッテリーの消耗激しいわな。電力不足、システム強制シャットダウンします。アンドロイドの弱点ですね。おいこら、お前どんだけ仕込んで強化したと思ってんの。強化したからこそさ、バッテリーの消費が早くなったという考え方もできる。動け動けっての。うわー、くそ、しかもこれゴズの体型だったらメズを抱えて運べるのかっていうことを考えたらさ、どうなの、持って帰らんのちゃうかな。ゴズ一人で逃げるんちゃうかな。その間に俺らでメズパイのこと好き放題しちゃうかもね。へっ、どうやら俺たちの勝ちみたいだった。あーゴズさんよ。な、何が俺たちの勝ちだ。息も絶え絶えで動くのがやっとのくせに。その動くのがやっとのやつらに追い込まれてるのはどうのどいつだい。そうかもしれねえが、その機材が動かないなら今のお前を片付けるくらいわけないぜ。だってお前抗議参加しなかったで、これまで戦闘中メズパイあっての戦闘やん。くそ、このポンコツ、この前といい何回もいいところで止まりやがって。こんな役立たず、一流企業キッチ工業にはいらねえよ。じゃあなやつしろ、お前らはここでボロボロのまま朽ち果てちまえ。お、逃げた。逃げ足早いなあやつ。ちっ、下目そこなかったのじゃないか。はあ、動けなかっただけのくせに。うるせえ、今回は完全に勝ってただろう。あんなやついつでも倒せるから見逃しただけだ。確かにな、メズ、あ、ゴズさ、バフ要因やけん全然攻撃しないけんさ、攻撃担当のメズパイがおらんようやったらどうなるんって話になる。それよりキリクはいかがする。そうだよ、キリクがメインだったのにさ。もちろん追うぞ、あそこまで追い詰めたのは俺たちだ、俺たちの金なんだ。無理しない方がいいんじゃない。もう一戦交えるかな。あ、でも一戦目であれだったら二戦目もうまいこと立ち回ればいけそうな気がするけどな。む、無理なんてしてねえし。ところでこちらの方はどうします。お、向こうがいらんっつったんだからな、当然俺たちがもらって帰るぞ。まったく従業員を大切にしない会社はダメだな。一理あるけどね、もうどうやって持って帰るんだよこれ。なんか台車とか持ってませんよ、誰が担ぐ。でも全然動きませんよ。重そう、言っちゃあれだけど重そう。おっさんに担いでもらう。いや、ここは社長の俺がじきじきに。おお、ボイボイ押し込まれてる。わ、羨ましい。これ当ててるのような感覚。あとさりげなくお尻の方もすごいことになってますよ。ブルンブルンってなってる。うん、俺ちょっとバフかかりますね、これちょっと重いかもしれませんけど、バフかかりますねこれ。ああ、ちょっと待ちな、それ絶対腰弱すやつだから、先に台車か何か。いや、俺が今運ぶ、絶対に連れて帰る。おっぱいにくっつきたいだけじゃなくて。ギク、いや、くっつきたいんじゃないんですよ、くっついてしまうんですよ、担いだらね。どうしてもこの国のこの人のおっぱいが大きすぎて、どう担いでもくっついてしまうの。そう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 そんなことないぞ。社長として新しい従業員を大切に。うわあ、これ式の重さどうってことね。歌舞伎みたいな喋り方になったらやね。本当に大丈夫ですか、変遷でフラフラなんだから無茶しないでください。しかもこの後まだキリックとももう一回戦わなあかんのかなみたいになったからな、これ、うん、一ノ瀬殿の言う通り確実に腰がダメになってしまうぞ。腰一回押したらさ、あとあと長く尾を引きますからね。こいつが手に入るなら腰言わすぐらい安いもんや。そうは言うぞ、ああ、でもメズパイもすごいいいご主人さんを見つけましたわみたいな感じの顔になってきてる。プルプルしちゃってるじゃないですか。一番プルプルしてるのはメズパイだよ。ああ、安心できる良いところを見つけた時の顔いいね。うるさい、おいの底力を見せてやる。うわー、出てこい限界フルパワー。てなわけで話は進むが、どうなんだろう、キリックどころじゃなくなったなと思ったら、やっぱりキリックどころじゃなかったわけだ。
ああ、今回も決着つかずか、キリクとの戦いは。ガラ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 、閉店ガラガラ。結局見つかんなかったですね、キリクさん。まあ、しゃあないか。でも、収穫があったからな。そうね。だいぶ追い詰めたと思ったのに、実はそうでもなかったのかな。逃げた先に騎士工業の下っ端が倒れていたのはなんでだ。ああ、キリクにやられたんかな、結局。手下どもは。玉の檻を狙ったゴズが伏兵に置いたんだろう。あえなく返り討ちにされたってところだ。はあ、あんなに頑張ったのに倒せなかったのか。まだまだ話は続きそうやな。あら、そうでもないかもよ。はい。というと、キリクからしたら2回も俺たちに逃がされたわけだし、次は向こうからこっちをターゲットにしてくるはずだ。実際次とも、ああ、拙者たちを狙う可能性は高い。ああ、なるほどね。反逆っていうか逆襲しに来る方にか。ってことは今度は逆さずともっていうパターンのことが考えられますな。そういうこと。じゃあ月のない夜とか気をつけた方がいいですか。さすがに街中で襲ってくるってことはないでしょう。後ろからカッターナイフ投げつけられないように気をつけなきゃ。そうだね。もうほんまに暗殺者みたいなことしてくるけんな、あいつ。それ気をつけてどうにかなるもんなのか。どうにかなるのはミスターイヤイドーだけですけど。ガラガラガラ、閉店ガラガラ。それより運よく第八車借りられてよかったですね。機材、メズさんでしたっけ。これなら重さもなんともありません。ああ、そうだな。なんせ二人運ぶ羽目になったからな。あ、二人って、何カッコつけて言ってんの。あんたが腰言わした。お前も乗っとんかい。限界フルパワーで二歩すくんす。二歩だけか。だったらもうやめときよかったな、パターンやな、ね。当たり前でしょ。腰だけで済んでよかったわ。これスゴロクだったらさ、2位出したらさ、5回休みぐらいのマスに止まってしまったみたいなもんやけどな、もや。そうですよね。もし下敷きになってたら、 You are dead の文字出てくるよ。バイオハザードじゃないんだからって話。怖いこと言うなよ。でもまあ、さっきも言ったが、念願の機材を新入社員することができる。これはうちの大勝利だ。よしよし、とてもよし。おっぱいにすりつきながら言うことかよ。すりついてんだよ。でもあれだけ強いんですから、私たちも戦力アップですよね。それは間違いない。全体攻撃を持ってそうやし、なんだろう、状態以上持っとんかな、メズパイは。あー、なんか状態以上とか、あのデバフ効果があるんだったらちょっとどうなんだろうな。一ノ瀬さんと地獄講師となんか競合する可能性があるが、どんな感じだろうな。電撃バリバリかもしれんぞ。怖いこと言うなよ。帰ってコンセント繋いだらピカーンって目が光って、主がいなくて怒り狂うパターンだな。あ、でもな、担いだ時の感じを見たらさ、新たな主を見つけましたみたいな顔だったけどな。完全にちょっと体を揺なでてくれよる感じだったけどな。怖いこと言うなよ。ちょっとありえそうで怖いじゃんか。はいはい、とりあえず今はさっさと帰りましょう。はい、じゃあイヤイさん急ぎましょう。心得た。あ、スピードアップやめて。腰に来る。腰いた。振動がめっちゃ響いて。その後ヤズシルは1週間休みました。チャプター8、大きいことはいいことです。おはようございます。もう欲望丸出しでタイトル来た、これ。おはようさん。本日の業務ですが、この会社における当期の役割は何でしょうか。なんかもう馴染んでるな。何でもご命令ください。その顔で、そのほっぺあくらめた顔で言われたら、なんかそっち方面しか考えられねえよ。何でも。お約束みたいな反応してんなって。一体何を命令するつもりですか、八代さん。非常意だ。あ、冗談だよ冗談。そんなことのためにこいつを手に入れたわけじゃねえ。信用できない顔。
なんだよその疑いの者たち。メズ君。陶器のことはどうぞメズとお呼びください。じゃあメズ、とりあえずお茶を入れてくれ。その後は事務所の掃除だ。了解しました。命令を実行します。ああ、給湯室というか台所はそっちです。ありがとうございます。ともりさん、お任せください。いい声よな。しばらく待っていると、メズは、人数分のお茶を入れて戻ってきた。お、いい感じにできてるじゃないか。ありゃーしかし、お茶を八代の前に置こうとしたとき、ソーティが湯飲みを握り割ってし、握力の調整ができてない。おわー、なになに、すみません。緊張で少々力が入りすぎてしまった。優しくされたらちょっと恥ずかしくなるタイプな。ほらら、やけどしてないですか、八代さん。重要な書類があったらどうしたことか。おサンキュー。やっぱ機械だから細かい動きとかはできないのか。そう、陶器のこの手は子供をあやすこともできない欠陥品なので。まあしゃあないよ、適材適所っていうのがあるからね。メズさん、ところで社長ん、どうした。肩など凝っておられないでしょうか。マッサージ力のコントロールができないところを見せた上で、なぜ肩をマッサージしようとする。今の話の中で頼めねえよ。先ほどのはちょっとした冗談です。両肩もぐつもりな。持参した割れやすいものを使用しました。陶器は医療用に特化した機材ですので、細やかな作業もお手のものです。あはは、なかなか愉快な人ですね。これを真顔で言ってくれるからさ、なおちょっと笑いどころが、なんかちょっと思ってたと違うな。まあいいか、とりあえず掃除してくれ。掃除、マッサージはよろしいのですか。電気効果でコリもよくほぐせます。だってお前に任せたらもがれそうだもん。それ電気ってより電撃だよね。それはいいから掃除で、あんまり余計なことはするなよ。了解しました。まあいい子が仲間に会ったかなという。どうしてこうゴミ袋が多いのでしょうか。衛生的とは言えません。ズボラだからさ。八代がズボラすぎるからな。ごめんなさいメジャさん。なんかこのゲームさ、キャラクターさ、俺とツッコミワードちょっとかぶりがちなんや。なんだろうな。医療用ではありますが、ズボラって言ったらさ、ちゃんとキャラクターの方もズボラって言ってくれよ。行いましょう。お、そりゃ助かる。とりあえずゴミの日まで袋は倉庫に置いててくれ。了解しました。その後はいかがいたしましょう。じゃあ引き続きこの部屋の掃除で、一回本格的に掃除しなきゃなと思ってたところだ。それでは引き続き掃除を行います。メズはあれから手慣れた様子で掃除を続けている。馴染んでるな。ずっとメズちゃん見てニヤニヤしてるよ。あいつさっきからこっちに視線も向けないですよね。やっぱり大きい方がいいんでしょうか。まあこの二人も大きい方ではあるんですけど、メズパイを見てしまったらな。差し詰め、この二人がリンゴだとしたら、メズパイはスイカみたいな感じかな。多分そうだと思う。クソクソ。社長、昼食の買い出しに行ってきた。お、それじゃあいい時間だし、一休みしてメスにするか。いや、あんた一つも働いてないっしょ。まあそれ私たちもですけどね。社長、陶器が食べさせてあげました。なんかちょっと変なプレイ始まりそうな感じする。何をそこまで。あーんして差し上げます。いいなそれでは。あーんをお願いします。あーん、マジかよあいつ。初めて見ましたよ。ドンビータやな。ドンビータになってしまう。あのように大きなものに海外しかされて。おい、その顔でそんなこと思ってたんか。今なんつったお侍。やっぱり大きい方がいいですか。性欲には負けない。負けてしまうね。なんかとばっちりが拙者に。そういうこと言ったからだよ。まあ、馴染んでるようで何よりです。そろそろ帰らないと。めっちゃ気持ち悪い。これが
目ということでしたら。もうヘロヘロ。ああそうじゃ、ユニークな人を手に入れたんじゃ。なんかこのゲームの亡者にはね、ユニーク亡者的なさ、ちょっと特別な亡者がおってね、そういう特別な亡者に関してはイベントが発生する。あ、前のウテナさんっていう女子高生っぽい子もそうだったけどさ、それをね、まあ前回手に入れたわけなんで。さっさと返せって言ってるの、私仕事の途中なのよ、途中。なんかウーバーイーツ感あるようなリック背負ってますね。仕事って配達か何かか。そう、夕飯が来るのを今か今かと待っているお客さんがいるんだから。ほう、ウーバーイーツの配達しようって事故にでもあって亡くなったってところかな。大丈夫、腐ってない、その中身。店側と顧客の問題については配達プラットフォームへの苦情をお願いします。ほんまに仕事の対応でないかお前。それがルールなの。それでいいならいいっすけどね。それでここはどこ、何県のわけ。ここ、地獄。え、大分。いや知らんけど違くて、ここは地獄、マジモンのヘル、デスメダルの人たちがゴーしがちなあそこ。つまり何かのフェス。この人言葉の3割ぐらいしか吸収してくんないな。買いたてのタオルか。あんたは死んじゃって良くない人間だったんで地獄に落ちちゃったんすわ、マジで。わかったわかった、そういう因習がある村ね。ここは地獄です。わかった、はいはい。なんかひなみざわ的なそういう独特ななんか伝承がある地域かと思われとる。この人苦手だな。今からあんたは地獄の攻め具を受けてもらう、それがルールなんだ。まあ仕方がないわね、業に行っては業に従えと言うしね。そういう問題なんだろうか。察するにここは現世を地獄だと称するカルト入った地方自治団体なのかしら。そうだよ。諦めた。聞いたことあるわ、市とか地区とか村とかと同じね。わからんけど実名出すのは危険な気がする。お土産買っていかないと。水素水とか売ってる、その辺の売店で。おい止まんねえなこの人。とそれより仕事が優先ね、それが社会人のルールだもの。うん、社会人の常識どこ言いました。地獄の攻め区だっけ、わかんないけど。それじゃあさっさと行きましょうか。軽いな、あとカタカナにしたせいであんまり怖さが伝わんなくなっちゃったな。それは早くて、それは話が早くて助かるな。ちなみにそのカバン何が入ってんの。え、海鮮丼。絶対腐ってるなお前、絶対開けるなよこの部屋で。てか早速メズパイイベントが見えるようになったんで。八代様、業務を開始しました、何なりとご命令ください。今日はどうやって戯れるんだいこのメズパイと。なあメズ、今日は休みなんだが。そうでしたか。ですが当期は充電以外休まなくても大丈夫です。でもやる、いやいや休みなんだけど、遊んでていいんだけど、俺は休みたいんだよな。それでしたら当期が代わりに業務をいたします。と言ってもここでできることに限りますが。今って二人きりなんだろうか。二人きりだよね、みんないないよね。おっ、それなら俺は楽ができるな。じゃあまずはお茶を入れてくれ。かしこまりました。種類があるようですが何をご所望でしょう。じゃあ日本茶で。すぐお持ちいたします。八代様、お茶をお持ちしました。お、悪いねメズ君。お、茶柱が立ってる。茶柱はサービスです。お前が立ててるのかよ。他に業務はございません。それ言っちゃ赤いやつや。それさりげなく立てといてもさ、言わっちゃ赤いやつだろお前。ズス、あちち。じゃあちょっと肩でも揉んでもらえるかな。大丈夫、肩もがれるよ。かしこまりました。大丈夫かな。あ、待って、まずは優しく優しくな。
フルパワーとかでやるんじゃないぞ。そうだぞお前、力入れすぎて良くないって聞くぞお前。心得ております、ご安心ください。なんか加減がよく分かってなそうだからな。じゃあ頼む。はい、失礼します。お、なかなかいい感じじゃないか。申しだけ強くてもいいぞ。これくらいでしょうか。うん、いいぞ。聞く、最近はいろいろあって肩が凝っててさ、デスクワークしてるとすぐ凝るんだよな。眼精疲労からの肩こりかもしれませんね。え、目とつながりってあるもんなんじゃ。一度はストレッチなどを行ってください。いや、気をつけてはいるんだが、よし、そうそういいぞ。マッサージを終了します。では他に何かございませんか。むしろ俺がメズパイのメズパイをマッサージしたいんだけどな。他に何か用事用事。そうだ、書類仕事とかできる。サンプルを見せていただければ同じように処理することは可能だと思われます。ああ、なるほどね。よし、じゃあ売上なんかをまとめた書類をやってくれ。資料は棚にファイルされてるから、そうそう長に提出しなきゃいけないんだよ。かしこまりました。穏やかに話すんみょんな、意外と。うお、はえ、一ノ瀬にやらせてもここまで早くないぞ。医療用とはいえカルテなどの処理ができるように作られていますから。あ、そうか、医療用やもんな。カルテとかの処理、あー、書類仕事もうできるように作られとんか。そりゃそうか、なるほどな。どこでパソコンは使わないの使わないのってどういう聞き方だそれ。そこに置いてあるデスクトップだと同期の処理に追いつけないかと。あー、このなんかゲームの設定がちょっと古い時代、なんかパソコンがちょっと古いタイプのやつだもんな。ちょっとじゃなくて全然古いんですけど。ん、どういうこと。コネクタをつないでパソコンを直接操ることになるからです、ね、ハッキングの類じゃないですかなんかやろうと思えば他社の情報とか盗みことできそうな気がしてきて、なんか犯罪利用できそうな感じのタイプのやつに見えてきたけど、なんでそう力技なの。タイピングやらすればいいじゃないか。めんどくさいしめんどくさいとか言いやがったこいつメカがめんどくさがってんじゃねえよ。ということで筆記の方が早かったりもします書類の書式も変わりませんので見やすいでしょう。なんでそんなフィジカル活用してんのかな。なんか電子部門かと思ってたらほんまにパワータイプや。まあそれは確かに。はい、ここ3ヶ月分の売り上げなどの計算と書類作業完了しました。はい、や、てか会話しながらだったぞ。まあ出来上がったなら何でもいいや。いやー、書類マジ苦手だから助かる。お役に立てて光栄です。次は何をいたしましょう。今のところ急ぎの要件もないんだよな。掃除とかか。いや、メズ、お前何でもしてくれるんだよな。はい、八代様がお望みになるなら登記ができることに限られますが。え、何でもするって言ったよね。よし、それじゃあ風呂で背中でも流してもらおうかな。かしこまりました。え、いいの？どうかされましたか？やばい、お風呂イベントは前回一ノ瀬さんで見たけど、さあそれとどんな感じで変わってくるのか。入浴のお手伝いなどももちろん可能です。そっか、確かにそう言われればそうなのか。あ、あ、なるほどね。それじゃあ早速お願いする。はい、それでは後から向かいますかね。八代様は先に。だよ、そのちょっと時間差攻撃、ちょっとドキドキする時間設けさせられてるよお前。分かった、すぐ入る。ほら、ちょっとムラムラ、ムラムラ賢者タイムが始まってしまっとんねんが、お前。八代様、入ってもよろしいでしょうか。来た来た、よし、バリバリ背中流してくれ。もう準備してくるから。失礼いたします。どんな格好になるんだ、この場合。お背中流しますね。バリ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 そう、そういう流すじゃないんだよ。あばば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 、赤ちゃん人間。されましたか、八代様。どうされましたじゃないで、流すも間違えてます。で、電気、電気流れてる。ぐわー、あ、申し訳ありません、帯電して。あ、わざとじゃないね。うん、
あの流すでさ、水じゃなくて電気を流してるわけじゃないんだよね。水に触れることで漏電してしまったようです。いやダメじゃないか、お前この仕事向いてねえぞ。何でもいいから手離して。スチルないの、スチル期待してたのにスチルないの。どんな格好だったの。えらい目にあった。なんかまだ痺れてる気がする。申し訳ありません、不注意のせいで八代様に不快な思いを。え、いやまあいいけども、帯電してない時にまたやってもらえる。ん、なんでそこどうしてみたいな顔すんの。帯電したら危ないでしょうが。ですが電気風呂や電気治療は大変健康に良いとされているはずです。威力に度が越してたんだよね。それらの効能が認められているため陶器にも装備されたのだと思いますが、出力が違いすぎるんだよ出力が。なるほど、出力の問題だったのですね。次からは控えめにいたしますのでご安心ください。うん、手加減っていうのを覚えてくださいね。これねえ、いやなんかあんま信用ならんから風呂はやっぱいいや。大きいことはいいことだって言ってもさ、電気出力はね控えめにしておくとくださいね。水は厳禁だが冷たいのは平気。電気についても対策済みっていう。結構メズパイは属性に対しての強弱がちょっとムラがある感じだよな。おお、あ、教科書増えてる。闇？闇？や、やめろ地獄。どんなところやねん。すごい気になる。もっと。文字通りほんま闇なところ来ちゃったこれ。あー、このさユニーク亡者さ、どこ連れて行けばいいかな。なんか話に聞くとね、そのユニーク亡者って連れて行ったタイミングで地獄の内容によってはなんかイベントが入ってスチールとか見えるらしいよな。どこ連れてけばいいんだろうこの場合。ちょっとさすがにちょっとこれスチールとかイベントとか見たいんでね、調べてきました。ネットで情報が出とったんでね、ここです。なんかまず1個目に復帰地獄、ここに連れていくといいらしいですね。あ、来た来た、イベント出た。これか、着いたぞ。はあ、ここが地獄の攻め区やってる、なんか建物的なとこなのね。復帰地獄、あ、これで地獄の内容がどんなのかっていうのが具体的に分かるようなところでもあるんかな。ああ、どうした。いや、てっきりもっと神聖な感じっていうか、お寺とか神社っぽい感じなんだと思ってたから。確かにね、これじゃ五条マジモン感あるなって。完全にカルト宗教だと思われるな俺たち。おう、やつしろ。お疲れです。最近景気いいみたいだな。結構稼いでるもんね。いや別にぼちぼちだよ、ただ拘束時間が長いだけ。またまた。もしもし、ちょっと、だからこっち急いでるんですけど。あ、こいつが出るの。あっす、あとはよろしく頼む。あいあい、その荷物には何が入ってるんだ。それは聞かない方がいいかもしれない。ん、とにかくじゃあまた後で迎えに来るんで。了解。であんた松井泉だけど、それよりさっさと終わらせてくれる。今日の亡者は息がいいな。じゃ、情張り通すからこっち来て。張り通す、情張り、情張り、何それ。復帰地獄、タイトル的に言われたら笑えないっていう何かの冗談みたいな感じに見えてくるけど、じゃあ帰って一仕事するか。どんな感じだろう。あー、どんな感じの内容かがちょっと見えんのじゃ。いや、それとも1日経ってこれのリザルト出た時に見えるんだろうか。どうなんだろう。メズバイのステータス、あ、レベル13の状態でスタートじゃ。これすごいな。あ、めだ。
はい、間違いある。Z だから。反応があまり良くないんですよね、これ。どれどれ、HP が最初から885もあるんじゃ。攻撃力はあんま申し分ないしね。ちょっとスピードが遅いっていうのが欠点らしい。放電、全体、攻撃順番が遅いが、あ、テクニカルデバフがつく。あれやね。クリティカル、テクニカルっていうステータスなんかなと思っとったら、クリティカル率が影響するステータスらしい。そしてこれは、中回復。味方ってあるから、あ、ヒーラー役なんじゃ。これちょっとええぞ。回復アイテム使わんでも、これで回復できるってことか。これええな。面白いぞ、これ。センサー対高齢者用の検知機能が応用して、冬を垂れにくいっていうのはちょっとどういう意味かわからんけど、なんかあるんだろうね。そういうスペックを見たら、ヒーラー役と考えたら、できるだけ HP を高めて生き残ってもらうことが重要な気がする。タンクにしとこう。そして、パーティーが5人までっていう制約があります。やいの、おっちゃん。レギュラー落ちだ。あーっと。敵同士で攻撃した時と同じような感じやな。治癒ちょっと使ってみるわ。あれ、これ何パーセントとか。40% 回復なんじゃ。中回復は 40% ぐらいって考えればいいのか。ちょっとやつしろに回復しといてあげて。あ、回復間に合おうかな、でも。あー、回復する前に倒しちゃった。ちょっと足の遅さっていうか、そういうところで、ちょっと痛い感じになってくるんで、今度こそ回復できるように持っていこう。何やってる、なんか踊ってる。もっとそっちだけ見たいんやけど、これさ、攻撃せずに待機コマンドとかあればさ、このメスパイが踊ってるところだけを見れるんだろうか。見たい。そういうコマンドがあるなら見たい。ですので、長としても、あれ、なんだこれ、なんとかせんといかんわけですよ。ああ、セクハラ上司なんだ、騎士地工業にちょっと確かに来てるね、これ。被害が大きくなってきていますから、ね、ああ、キリクの話やな。最近はそれに加えてキリクとかいうのがいます。あれ、それに加えたことは、キリク主しきでもちょっとやばいところはあるんじゃ。騎士さんのとこにはご迷惑をおかけしますが、また複数業者を集めて大規模掃討ということにも。そうなると弊社の取り分も少なくなりますが、まあ仕方ないでしょう。まあそういう時にさ、中心になるのが騎士工業になるわな。それだけの相手ですからね。そう言っていただけると助かります。やーん、もうこんな時間ですか。あ、そろそろ失礼しますよ。お忙しいところご足労いただいて。よろしければこの後お食事でも。コビ売ってんな。いやいや、今日は少々予定が。あっお前何か企んでるな。お前一応瀬さんがこっちで町で働いてる日だみたいな感じなんで。そういうことだ。そんな感じがする。またの機会に。それではよろしくお願いします。だから頭剥げるんだよ。課長が事務所の部屋出た後、入れ違いにゴズが入ってくる。今の町の人ですね。何かの打ち合わせですか。総務課長だよ。実質地獄を司ってる偉いお方だ。何度か取り逃しているジョローグモについて少しお話を。ジョローグモってなんだろうな。結局いろんな会社が失敗してる相手ですね。 3,4 社くらいダメだったのかな。うん、それでこちらに話が回ってきたわけさ。今回こそはと奮起している様子で。そうなるとやっぱりそりゃそんなにミスが多いんだったら。それにしてもそんな偉い人がわざわざやってくるなんて、さすがうちの会社ですね。その気持ちには当社としても応えたいと思ってメズの運用を計画していたんだけどな。あ、
あろうことか無断で持ち出した役員の一人が運用に失敗した上になんと放棄して天津さえ滝行の手に渡ってしまったという話も。ありがたく使わせていただいております。すみませんでした兄貴、僕が不甲斐ないばかりに。はい、これ帝愛グループだったら粛清ですよ。地下に送られるよ。何年働かないといけないでしょうか。過ぎたことを言っても仕方ない。まあここはうちの強みを生かしてマンパワーで対処していくとしよう。マンパワー、戦いは数だとどこかで聞いたこともあるしね。戦いは数だよ兄貴。うちだとこういう立ち回りもできるけども、あの小さな会社はどう動くか。わ、なんか注目されてんのか、やつしろのところ。分かってはいました。もうヘロヘロ。まだイベントが続くな。おーし、結構資金も溜まってきたな。なんせいろいろと入りようだったからな。社員が増えて楽にはなったけれど、やっぱ人件費がな。それに仕事で使う機材も安いもんじゃないし。おーっと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 、お前こんなタイミングで出てくるんか。お、なんだ。なんだとはなんだよ。そっちがぶつかってきたんだろうが。誰かと思えばヘルメットじゃねえか。何やってんだこんなところで。ヘルメットじゃねえ、メッカだ。おお、そういやそんな名前だったな。で、なんか仕事は見つかったか。あいにくまだだよ。どの会社もろくに話を聞きやがらねえ。そりゃあそうだ。俺の能力をまるっきり分かってない。見る目のないアホどもね。はもしかしてお前の会社にも吉地工業から連絡が回ってんのか。え、何の話なわけあるか。てめえが面接ブッチしてるのが悪いだけだろ。くそー、通帳見ながらニヤニヤしてるようなやつにここまで言われるとは。そういや、この間のデカブチ倒した時の報酬まだもらってねえぞ。なんで従業員でもねえのにやる必要があるんだよ。ちょっとくらい払ってやるって言ったろ。ああもう分かったよ。ちょうど昼時だし飯ぐらいならおごってやる。飯だけかよ。まあおごられてやる。でも差額はもうちょっと払えよな。なんで俺が。私も行く。あれおい、さらっと横に入ってくるなお前。うわ、お前キリクじゃねえか。いきなり何。別に単に見かけたから。お腹空いたし何かおごってもらおうと思って。いや、おいらお連れじゃねえからな。お前その子にもおごるんでしょ。いきなりすぎて逆に落ち着いちまうわ。てか、なんでお前にまでおごらねえや。ちょっと、私はお前じゃないから。ついでに言うとキリクじゃなくてキリクだから。なんか違いがわからんが、じゃあまあキリクで。うん、それでどこ食べに行く。もうおごるの確定なんかよ。つうかキリクは目立つかもしれんし、うん、マークされてんよお前。この近所でコンビニでなんか買って公園でも行くか。コンビニ弁当とか適当に買ってきたから好きなもん取っていいぞ。うん、じゃあこの鮭弁。カップ麺もコンビニでお湯入れてきたから。そっちも食べる。こういうジャンクなもの食ってるとビールが欲しくなるんだけどな。おっさんね。おい待てよ、おっさんって言われるほど年食ってねえっての。あ、そっちのサンドイッチももらっていい。あ、なんか奇妙な関係じゃ。キリクってこう見たら普通に見たらちょっと JK っぽいもんな。意外と食うんだな。しきるだけ食っていいぞ。あ、ちょっとだけ残しといて。そんな入りだから1枚あげる。多かったかと思ったが意外といけるな。3人なら全部片付くか。そんなちょっとした会話を淡々としながら食事を続けていく。ふっ、腹いっぱいになって落ち着いたな。うん、しばらく食べてなかったから満足。なんか普通に会話続けてるのが恐ろしいな、なんか。あと劣化が全然主張してこうへん。どういう生活してんだよ。お金ないし
食べ物持ってる人を狙う。追いはぎじゃねえか。そういうことしてるから手配犯になるんだろうが、まあ今はそういうのいいか。とこでちょっと提案があるんだが。何？やっぱりおごらないとか言うなら倒すだけだけど。違うって。そういうのもう面倒になってきたし、そろそろどっかできっちり蹴りつけようじゃないか。蹴り？勝負するってこと？うん。ああ、賞味新賞味、最後のバトルだ。そっちに勝ち目あるわけないじゃん。毎回全員でも勝ててないでしょ。なんだと？この前は負けそうだったからトンズラしたくせに。負けてない、逃げてない。よく言うぜ。おいたち2回も見逃されたくせにな。うん。何それ、頭きた。いいよ、やろうじゃない。あんたたちみたいな弱虫、いくらでも助っ人連れてくればいいよ。なんだと？誰が手助けなんて連れてくるか。怠慢だ怠慢。1対1ってこと？え？そういうイベントなん今回。しないし、今からでもいいけど、そんな空気じゃないね。おごってくれた分、今日は見逃してあげる。よし、じゃあ場所はどこにする？あの工事現場に来て。大体はあそこにいると思う。工事現場だな、わかった。それよりちょっと言っていい？なんだ？おっさん臭い。ほんなの？結構ちょくちょくお風呂イベントあったんですけどね、最近。だから俺はまだおっさんじゃ。違う、普通に臭い。ちゃんとお風呂入ってる。何言ってんだ、昨日ちゃんとシャワー浴びたわ。おごってもらったから我慢してたけど、料理の味が半減するくらいの臭い。嘘だろ。何？カードショップのオタクどもみたいな匂いなんだ。じゃあね。なんでおごってやったのに、お物を見るような目を向けなきゃならんのだ。はあ、まあいいか。そうそう、俺も帰って業務しなきゃな。おったんや。お前おったんや。そうか、キリクが目の前におるけんさ、黙っとった感じなんか、お前。おい、何お前、キリクを目の前にしたらいきなりちょっと黙りこくっとんだな、お前。全然会話入ってこんかったね、お前。おー、まだいたのか、ヘルメット。てか、一緒に飯食ってたのに存在感なさすぎだろ。もしかしてお前、キリクにビビってたのか？ビビってるな。お前だっての小鹿みたいに足しながらよく言えるな。あのキリクと怠慢なんだぞ。ないんだな、これが。バカかよ、アホかよ。じゃあなんで怠慢とか言ったんだ。いやー、売り言葉に買い言葉って感じで。ん？待てよ、ひょっとして。急にどうしたおっさん。超絶スーパー有能社長である俺はキリク攻略法をたった今思いついた。おかしい頭がさらにおかしくなったか。何するんだ、金で解決する？金があるから。うんうん、そうと決まれば明日の業務は。そうだ、片足沼。うん、いいぞ、あそこに行こう。何を一人でブツブツ。じゃあ俺はもう行くからな。メズパイイベント。買い置きのカップ麺と安売りの肉と共に言われたのはこんなもんか。たく、なんで社長の俺が買い出しなんだ。いや、あいつは料理作ってくれるけども。まあいいや、適当に買い食いでもしながら帰ろう。こうしてブラブラしながら食う揚げたてコロッケは格別だな。ハムハム。さて、公園で一休みでもして。ん？あ、メスパイだ。こんなところで来たか。あそこにいるのはメズじゃないか。何やってんだ。なんか変な踊りでもしてんのかあれは。何？もう掃除もやり終えてさ、やることなくなってきたっけ。従業員を鼓舞するための踊りでも踊ってくれてんの。なんなん。おーい、メズ、何やってんだこんなとこで。あ、これはやほんまに踊ってるよ。外出中でしたか。ああ、いいポーズしてますね。なんかメズパイのさ、ムッチムチした体がさ、よくわかる感じで、なんかいやらしいな。おっ、共に言われてちょっと買い物多いな。それよりお前は？これはスーパーなんだろうな。なんかストレッチでもやりよんか。
なんかの踊り？これは太極拳の動きです。あーね、ウィーフィットトレーナーをちょっと連想させたわ。そういえば太極拳なんでまだ陶器は医療用の機材ですので清掃いわゆる戦闘行為には全く向いておらず。いや俺割とバリバリ戦えてたぞ。八代様のお手伝いをする身としてはじくじたるものがありました。おそこで足手まといにならないよう戦闘についての学習を行っている最中なので。なるほどね、メズパイなりにちょっと戦えるようにって。ああいいねいいね、向上心があって。ってことはなんだ、太陽拳的な技覚えるかな、これもしかしてこのイベントの後。いえ、陶器は一層人のため中でも八代様のために役立つ機材となりたいのです。それはありがたいんだけど、なんか努力の方向性間違ってない？そうでしょうか。憲法は手っ取り早い強化手段ではないのか。間違ってはないかもしれないけどさ。そりゃ IGG でマスターできるならいいけど、あーいやメカならできるか。なんか動きをさ、なんかデータ的に分析してなんかインストールしたらできそうな気がするな。1日で、1日でどころかさ、インストールの時間だけで何時間とかでもかもしれんしな。お前なら太極拳の達人のデータを自分に入れてすぐ学習できたりしない？そのような機能は搭載されていません。なんでプログラム面はそういう結構能力低いんだよ。されてないのか。達人データをインストールすれば拳法も空手も自由自在だと思ったのに。そこまで簡単なものではありません。それにまず達人のデータというものが存在しません。まあ確かにデータってなんやねん、体の動きのデータってなんやねんって思うね。今の時代だったらさ、なんかいろいろ機材つけて、達人に動いてもらえればデータ取れそうな気がするが、そもそもそんな達人がおるんかって話やもんな。そっか、そりゃそうだよな。漫画やアニメみたいにはいかないか。で、それならどうやってその動きを覚えたんだ？普通に本を読んで学習しました。そんな本があるんか。なんで倉庫にそんなもんがあるんだ。何かの通信学習教本のようでした。ああ、健康法とやらで流行ってたから買ったけど面倒で放置してやつだ。健康法ということはこの憲法は戦闘用ではないのですか。そういうことになるのか。いやー、それこそ達人なんかが使う太極拳なら戦闘にも使えるだろうけど。八代様のお知り合いに太極拳の達人はいたらこんな仕事してると思うか。いるわけないだろそんなの。そうですか。流行ってた頃は公園で太極拳やってるのもいたけど、最近は全然見かけないしな。本を見ただけじゃそりゃふわふわな動きになるわな。何か方法はないのでしょうか。お、いいこと思いついたぞ。カンフー映画見てみるのはどうだ。それなら動きも覚えられそう。カンフー覚えるのか。よし、それじゃあ後でレンタルビデオ屋にも行くか。よろしくお願いします。これで戦闘力の改善ができそうです。カンフーどういうものでしょうか。こういった感じの動きでしょうか。さっきのフォアハードあんま変わってないが、まあ動き見ればすぐ覚えられるだろう。こうしてここでこう、そうそう、そんでボットかバババって効果音がするんだよな。そして打ち込みながら電気治療器の出力最大。カウフーという関係ないもん出てきましたけど、バリ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 、あーバババババ食らってる、遠距離で食らってるって。あ、申し訳ありません。いや格闘技覚えんでもこっちの方が強いんやけん、これで使えばいいのにって話やけどな。なんでそこで電撃を出した。陶器ならではのオリジナル要素を出そうかと。こっちがメインになってるわ。出さんでいい。てかそれがあればカンフーもいらんだろ。ダメでしょうか。ビデオをレンタルしていただけると思ったんですが。そんな目で見るなよ。まあレンタルして見るくらいならいいか。ともりよ、一ノ瀬も喜びそうだし。ありがとうございます。これでなんか覚えるんかな。でもこれでなんて CLW 何？その CW ニコルズみたいなね、
CW ニコルみたいな、なんなの超威力電撃構図ライトウィン、あーこれ、え超威力電撃コーンようわからん。しかもデバフもついとんじゃ。でもちょっとそうだな、もうちょいちょっと見てみよう。能力詳しく、あ、お前じゃねえんだよ。なんでお前なんだよ。ちゃうよ。ちゃうて。どれどれ、あ、必殺技級の感じやな。デバフもついとけんな。それで威力超っていう。これなかなかいいじゃないですか。